この歌は徳之島の島間チームは、はい、缶詰節とは関係ないんだけど、奄美の缶詰という秘伝物語に出てくる、女性がいるんだけど、はい、この缶詰が好きであったというこの半目取り節なんですよね。不思議不思議といえば不思議なんですけど、うんうん、徳之島では島缶チームというんだけど、はいはい、その元々こう大島の缶詰節に出てくるその缶詰さんが好きだった歌は、うん、この半目取り節で、その島缶チームのこの節回しの流れと、うんうん、奄美のその半目取り節の節流れが似てるんですよね、うん、なんかそれがちょっと不思議だなとは思うんですけど、徳之島では島缶チーム、島缶チームで大島にももちろん缶チームあるんですよね、はいはい、あるんですが、大島の缶チームと徳之島の島缶チームは全く別物、全く別物ですね、歌から知ってもですね、でもこの徳之島の島缶詰むと大島の半目取り節は似てる、似てるんですよね。だからどういう関係なのかね、分からないんだけど、はい、まあ歌詞の内容は徳之島の場合には、うん、自分の可愛い、愛しい人には、うん、川の、まあ、きれいな水を、ね、汲んであげるときには、きれいな水を汲んであげましょうと、うんうん、自分が気に入らない歯ごくが中に歯ごくが中には道になったまって濁り水をあやたりゆぐり時代を入れて飲まそうと、まあこれが、とてつもこう激しすぎるんで、なんか僕の島の歌激しい激しすぎるんで激しい面白いのかなと思ってね、まあ試しその歌の違いもだけど聞いてもらったら、そしたらですね、先生ね、一節でいいんですけども大島の缶詰、はいはい、大島の缶詰の先にやっていただいていいですか。あ、大島の缶詰はね、大島の缶詰をやっていただいて、で徳之島の島缶詰をやっていただいて、なんか島缶詰、はい、
激しいですね。湯飲みもあの金縁あやちゃじゃわんから。よくむず。よくむずの場合、朝ぐる安い朝ぐるちゃじゃわんの。朝ぐるちゅう木で掘ってあるらしいのよな。朝ぐる。朝ぐるちゅう木で。で、値段的にもそうしない安い。それもしかも汚れたやつにね、入れてあげるというんだから。意味を聞いて聞くと面白い。